はい、今回はですね、愛知のいくこさんからのメッセージで、なんて言いますか、ニューハーフさんの紹介になります。ニューハーフさんのショーパブなのかな、クラブなのかな、こちらの方の、動画なんですけども、これ動画公開して大丈夫ですかね。だいたいこういうクラブって動画公開が NG になってるんですけども、まあ一般公開動画で上がってますんで、私もね大丈夫なんだろうと思って話を進めさせていただきます。ニューハーフクラブパンドラさんっていうところで、アスカミライちゃんっていうバースデーパーティーがあるんですけども、このアスカミライちゃんが今回の主人公でございます。今ね、ニューハーフって言っても本当にね、もう女性化してるっていうかね、本当女の子と同じ、見栄えもそうだし心も一緒の本当のニューハーフさんっていうのと、あとはね、外見がどうしても女の子になりきれないような、まあ男なんだけど女してるみたいなね、そんな女装なのかなんか分かんないようなのが、ちょっとね、お笑い系とかギャグ系でいたりするんです。それが共存して両方とも楽しめるって形になってるのが、このニューハーフの世界のね、楽しみ方っていうかね、世界の成り立ちだと思うんですけど、昔はねやっぱりね、オカマちゃんっていう風に言われてたんですよね。で、オカマとニューハーフって全然違うんですよ。オカマさんっていうのが出てきて、オカマショーとかオカマパブってあったんですけども、そこにニューハーフっていうのが出てくることによって、オカマさんがね、結構淘汰されていったんですよね。で、みんなオカマちゃんもニューハーフにどんどんなっていくために、性転換手術を受けたりとか、ダイエットとか美容とかにものすごく力を入れ始めて、いわゆる戦国時代っていうか、本気のニューハーフが現れたんですよね。そこでですね、ものすごく救われたのが性同一性障害といって、生まれながらにして男性の体を持っているんだけども、マインドは女性みたいな方がいらっしゃるんですよね。そういう方はものすごくね、やりきれない思いとか、無理やり自分を男性化したりとかして不自由だったりしたと思うんですよ。中にはね、心を苛んでしまって、まあ、自らね、あまり良くない決断をするみたいなこともあったそうですけども、今はこういうふうな世界が開かれてきて、本当に悩むことないっていうかね、春の愛ちゃんもそうですけども、本当に自分らしく生きていく世界っていうのがもういっぱいあるわけなんですよ。だから本当に良かったなと思います。で、私もね、いろいろとこの世界のことは詳しいとまで言えないんですけども、まあ実は私20代の頃はね、結構その女性の世界にいたわけなんですよ。まあはっきり言って、女性化した久保哲郎がいたわけです、そこには。20代の、そうですね、24から27歳ぐらいまでですかね、これ3年間ぐらいは会社員をしながらプライベートは女性として生きてたわけなんですよね。で、まあ駅前とかで他のね、会社員の、自分の勤めた会社の女の子と、自分もね、女性のユニクロとか行ってスカートの試着とかするわけですよ。で、下着とかもつけてね、何やってんだって話でしょ。今考えたらちょっと気持ち悪いでしょ。でも当時は本気でそういうことを考えてたわけですよね。で、今は全然違いますけども、まあ、こんなことをね、カミングアウトしていいんだろうかって形ですけども、もともとなんでこういうことが行われたかというと、私に起きたかっていうと、その男性と女性が入れ替えるっていうね、パーティーがあったわけなんですよ。これは真面目に研修だったんですよ。男性を普段生きてる人は身も心も女性になりきることによって、女性としてのメリットとか女性としての不具合を社会でどういうふうに体験できるかっていうのをやっていくってことなんですよ。で、普段女性を生きてる人は男性としていかに見栄を張らないといけないか、いかに戦わなくてもいい戦いをやらなければならないのかってことに気づくわけなんですよね。で、10日間のその研修なんですけども、全くね、朝から晩まで私も女性になる、女性の参加者さんも男性になるみたいなことをやるわけなんですよ。で、そこでね、ダンスパーティーとかあるんですけども、普段女性の方が男性になるわけですから、私とかは女の子の格好して椅子に座っててですね、声かけられるまで待つんですよ。で、声かけてもらえない人もいるんですよ。で、声かけられる人は結構みんなにこうモテるみたいなね。だから普段の付き合いも大事だし、声をかけやすいような姿形とか目配せとか笑顔とかっていうのをやっとかないと、さすがに女の子だけではモテるってことはあんまりなくってね。で、女性な上に男性に声をかけてもらいやすいような雰囲気を作っていくとか、マインドを作っていくとか、評判を広めていくっていう下地が結構必要なんですよね。で、そういうことを考えると、単なる男女入れ替え研修ではなくってね、本気で女性の立場を考えないといけないなっていうふうなことに気づいて、ものすごくためになったなってことなんですよ。で、ためになったのはいいんだけども、その10日間の男女入れ替えの研修が終わった後も戻んない人がいるんですよね。行っちゃったまま、それがその一人が私だったわけなんですよ。で、その時はね、まあまあ、会社員もやってたんで、普段は男性をしながら女性もするみたいな暮らしだったんですけども、まあ結構ね、会社勤めしてる時の女性社員っていうのはすごく好意的で協力してくれたりとかして、本当なんか服買いに行くのね、一緒に行ってくれたりとか、女子会、今でいう女子会みたいなの開いてくれて、招かれたりとかね、本当になんか女性として付き合ってくれるわけなんですよね。だからすごく、あ、女の人ってすごく優しいなとかね、女の人って女の人の苦しみをよく知ってるんだな、それを共感してくれるんだなっていうふうに、ものすごく感謝した覚えがありますよね。
うん、まあそんなことがありまして余計なこと話しましたけども、私の経験はさておいてですね、これまた別の機会にしますけども、あの女性でありながら女性で生きていくことが本当に普通のようで普通でないってことをね、普段は本当に全然考えないんですけども、私今回のニューハーフクラブこのね動画を見て改めてですけども、うん、なんかね胸にしみるものがあったなと思いましたよね。実は一番上の子はニューハーフってイクコさん、あなるほどね、イクコさんの一番上のお子さんっていうのがニューハーフっていうか、イクコさんお子さんいらっしゃるんですよね。イクコさん若いのにお子さんいらっしゃるっていうか、違う、僕より年上なんですね確かね。そっちの方がびっくりですよ改めて考えてみたら、イクコさん一番上の子はニューハーフよりも一番上の子がいるっていうのがすごいなんか妙なびっくりの仕方をしてますけど、イッコさんはね僕から見たら未だにねなんか女子大生みたいな感じなんですよ、 OL とか。だからあれでしょ、私47ですからね、47よりもイッコさんはってことなんですよね。いや全然私は信じられないですね、いつも動画見ていて、あのなんか20歳ぐらいしたかと思うぐらいですよ。でもまあまあまあそういう風にね、あの自分の年齢とか自分の姿形っていうのは周りの人が決めてくれますから、自分で引っ込み思案になったり自分で自分のことを思い込む必要はありません。消極的になったりネガティブになる必要ないんですよ。他の人に見られたらどうしようと思う必要なくって、見られようと思っても見られないわけですよね。イクコさんもこうやって動画ねいっぱい上げてますよね。でも街で歩いてて、あ YouTuber だって声かけられることってあんまりないと思うんですよ。で私もあんまりないです、結構ありますけど実は、うん、でそういうことを考えると見られようと思ってもうあんまり見られないんですよ。だから見られるの嫌だと思ったら自意識過剰になってきて、誰も気にしてないのに自分だけむちゃくちゃ気にされてるんじゃないかなみたいな余計な先入観がついちゃうんで、もっと明らかんとね、本当に100年経ったらみんないなくなりますから自分も含めてね。そう考えたら、あの自分でいられる今日っていうのを本当にフルに使った方がいいかなと思いますよね。それをまさにやってくださってるのがこのニューハーフクラブの皆さん、女の子たちじゃないかなと思いますね。いろいろとねこの話長くなるんでこの辺にしておきましょうか。それではまた会いましょう。